お前ら上の清和会のやつか、それとも宗方の使いのやつか。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何、おっとダメだよ、これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る？なんだそりゃ、誘拐するじゃないの。それはお前らの方だろ。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。あるいは今は誰も信用できない。もし安子さんを追うっていうなら。話し合う余地はなさそうだな。ああ。説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。ふっ、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。覚悟はいいな。行くぞ！